ロング棒は主にグレートブリテン島のウェールズ及びイングランドで使用された弓のこと。長級の一種で狩猟、戦争などに用いられ、名前の通り長さが4から6フィートほどもある長大なものである。英語表記のロング棒は日本語で長級と和訳されているが、本来は縦にして使う弓という意味である。また、和弓を含めた長尺の弓全般を指す長級の意味も持つが、 本校では、ウェルシュロンボ棒、または、イングリッシュロンボ棒、すなわち、ウェールズ地方及び、イングランド地方で使用されたロングボウのことに関して、扱う。中世、13世紀末から14世紀にかけて、ロングボウはその絶頂期を迎えたが、重火器の普及により廃れることとなった。弓の長さに特に指針というものはないが、ヨーロッパ大陸においては、 おおよそ長さ4フィート以上のものが、ロング棒と呼ばれる。その材質は1位よび2レの木が主で、単一の素材で作られており、その点、中央ユーラシアの遊牧民で使用された、動物素材と木素材を貼り合わせた探求や、平安時代中期の10世紀以降に木、竹の複合素材になっていった、数弓とは異なっている。イギリスで新石器時代のロング棒が少なくとも2つ。 発見されている。文献上の記録としては633年にノーサンブリア王であったエドウィンの息子のオフリドがウェールズ人とマーシア人との間で起きた戦闘の最中に矢によって殺されたのを見ることができるにもかかわらず、この武器はブリテン島外のヨーロッパ人にとってウェールズの弓としてよりイングランドの弓としてよく知られている。基本的な構造としては前時代を通して、 いわゆる単弓であり、一位の木から作られていたが、表皮側が固く随側がしなやかであったことから、複合弓ほどではないにしても似た性質を持っていた。クレシーの戦い十字軍遠征で、名高いリチャード一世はこの弓を使用したとされ、シチリア島のメッシナ攻略の際の敵に言わせると、矢を打とうにもその前に目を射抜かれてしまえば、誰も城壁の外を見ることができなかったという。 しかし長久が現在一般に知られるような完成度に達するのはもっと後の話である。13世紀頃、イングランドがウェールズに侵攻した際に、ウェールズ旧兵は侵略者に対してこの武器を用いて重い損害を与えた。その被害者であったイングランドは、ウェールズ公国の併合後、この強力な武器を素早く自軍に取り入れた。この武器は、スコットランド独立戦争において、 イングランド軍に比べて、軽装備のスコットランド軍を大いに苦しめ、百年戦争のクレシーの戦いやアジャンクールの戦いをはじめとする数々の戦いでは、速射において長級に劣る石弓を使っていたフランス軍相手に目覚ましい効果を上げた。その射程距離は500メートルを超えたという。ただし、扱いには石弓以上に訓練を要するため、戦争が長引くと、 多くの内手が戦死していき、さほど訓練を要しない石弓を比較的多く用いていたフランス軍が最終的に形勢を逆転するに至った。その後、銃の登場により徐々に衰退するが、それでも初期のマスケット銃よりは威力に優れており、17世紀初頭まで存続した。17世紀以降廃れるのは威力においてマスケット銃に劣ったというよりも、 むしろ習得の困難さゆえであった。そのため、17世紀中期のピューリタン革命において、どちらかの陣営が、マスケット銃ではなく、ロング棒を用いていたならば、たやすく勝利を飾ることができたであろうとも言われる。ロング棒を引くために必要な力は、しばしば 45kgw を超えたため、その習熟は、困難を極めた。イングランドでは自由農民であるヨーマに給料を、 出して修練させ、その結果として、球兵の体格は左胸等が発達し、左右の体型に著しい差異が生ずるほどであったと、言われる。ロングボウ球兵の遺骨を研究した結果、長年にわたって強大な圧力を受けるため、弓持つ、左腕の左、左手首、左肩及び弦を引く右指に骨組織増殖が、多発するなど状況が確認された。 現代日本における、弓道選手に見られる、整形外科的障害と類似する。戦争時に、ロング棒に使われた矢は、のみやタガネを意味するチゼルや千枚同士を意味する、ボルキンを冠して呼ばれ、その矢尻は、縦長の四角錐型をしていた。材質に鋼を使用しており、この非常に鋭く硬い矢尻は、メールの輪の隙間等に突き刺さり相手にひどい傷を与えた。 そのため、平和な時代には、一部地域において、これらの矢尻を持ち歩くことは、公主刑に処されるほどの犯罪行為とされた。ロングボーを利用した戦術は、歴史の項で述べた通り、現在のイギリスで発展し、スコットランド独立戦争を通じて洗練され、百年戦争で、その効果を、いかなく発揮した。旧兵は接近戦を苦手とし、特に騎兵による、 突撃戦法には非常にもろい一面がある。この弱点を補うために地面に木の杭を打ち込んで簡易バリケードにするなど相手の突撃を防ぐ備えを作ってその後方に急兵隊を配置した。ロングボウを利用する陣形は中央に不評部隊を配置しその両翼に相手を包み込むように葉の字に急兵を配置する。イングランドではこの際に 大量の熟練した球兵を集中投入し狭い間隔で立って並ばせ、狙撃には時間をかけず1分間20から12射という速さで次々と矢を放ち、敵陣に矢の雨を降らせて弾幕を張る戦法を取った。フランス軍が得意とする射程距離や貫通力そして誰でも扱える勘弁性ではロングボウに勝っているクロスボウに対しても優位は揺るがず、 テレビ番組の検証では、クロスボウが1射行ううちに、ロングボウは7射以上撃つことができた。以上のように、ロングボウを利用した戦術は、障害物等の設置にある程度の準備期間を必要とし、また障害物を迂回されないような地形を戦場として、設定する必要があるため、必然的に防御的な受け身の戦いを余儀なくされた。また、 準備を整えられる前に攻撃を受けることにも弱く、野州や朝掛け等の奇襲攻撃に対しては十分な効果を発揮できなかった。ありがとうございます。